天正大橋は、宮崎県西臼杵郡日の影町、岩井川に所在し、五ヶ瀬川に架かる橋である。建設時の名称は、高松大橋。日本最大の鉄筋コンクリート固定アーチ橋であり、アーチスパン260メートル、水面から橋面までの高さ143メートルは、共に、鉄筋コンクリート造り橋の中で、国内最大である。 2000年土木学会田中賞、プレストレストコンクリート技術協会賞、農業土木学会賞、2002年国際コンクリート、連合フィブ省特別賞。五ヶ瀬川上流部に位置し、高さ100メートルにもなる、中上節備からなる渓谷上に架橋された橋である。農産物の円滑な輸送を目的とした、農業基盤の構築のため、宮崎県北部の中山間地域を結ぶ、 広域営農団地整備計画の一環で建設された。名前の由来は、橋の形が鳥が翼を広げて羽ばたいているよう、この橋が21世紀の架け橋となるようにという願いが込められている。橋には小型風車が5機設置されており、歩道用の電源として供給されるほか、観光資源としても活用されている。橋周辺には、 橋を見学できるようにスペースが設置されている。なお天正大橋完成まで当時水面港が国内最大と言われ東洋一のアーチ橋を歌っていた西雲橋は同じ日の影町内にある出展による出展によるありがとうございます。